変装で一体どんないたずらをしでかそうっていうのか。立ったまま居眠りを始めてしまったセロおじいちゃん。こちらのおじさん本気で心配してくれてます。ちょっと眠たかっただけです。おっと倒れちゃう。座んなさい。ちょっと飲み物、飲み物ない。お茶、お茶、飲み物。飲み物飲み物って、ここは電車の中だよセロおじいちゃん。ああよっぽど喉が渇いたのかポスターまで撮っちゃった。でどうするつもり。次は町屋2丁目で。なんと本物のお茶が。今のさんのなくなるけど。ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごっくり。セロおじいちゃんの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後は本当にお茶が美味しいね。さてと、駆け寄ったのかな。小手調べ。おっと危ないおじいちゃん。巣にも虫で倒れてます。これいいな、いいなこれ。ゼロおじさん本気で驚いちゃったみたい。スローおじいちゃんのいたずら大成功。すいません。驚かせすぎちゃったかな。セロおじいちゃんまた。セロおじいちゃん今度はピエロのショーを見学しに来た様子。ピエロさんから風船をもらうと、おいおい